平成22年4月24日、阿蘇市小里にあるバラ園花遊びで市の関係者らが出席して2010阿蘇の花の祭典のオープニングセレモニーが行われました。オープニングセレモニーでは主催者を代表して山部健一郎阿蘇市商工会会長が挨拶、阿蘇市長らが祝辞を述べ阿蘇の花の祭りが始まりました。そしてアトラクションが行われ、熊本市の肥後マグマと地元魚市の阿蘇恋カルデラ隊がよさこい踊りを披露しました。阿蘇市のイメージキャラクターの五岳くんとひのっこちゃんも飛び入りでよさこい踊りを踊り、阿蘇の花の祭典を盛り上げていました。今年の阿蘇の花の祭典は6月上旬まで開催され、期間中潜水鏡つつじ祭りや波野の鈴蘭祭りなど多彩な行事が行われることになっています。イベント情報は阿蘇市商工観光課または阿蘇インフォメーションセンターにお問い合わせください。